はい、フォーラウト76続きやっていきたいと思います。本日11月11日ですね。よろしくお願いします。アトミックショップ無料分で確認していきましょう。無料解体キットほいじまよろしくお願いします。はい、ポケットデイリー確認していきましょう。はい、調理した料理を食べる10、綺麗な水を集める5、デイリーオプス、トウモロコシレーザーグレーン、またフェイトプラントを収穫する12、ハニービーストを倒す1、ワークショップまたはキャンプに作物を植える5、変異した敵を倒す10ということですね。はい、まあそんな感じで、あとね、デイリーオプス1で、今回で、オプス関連は終わりそうですね。はい、まあそんな感じですけど、とかパーティー入れてもらって、はい、今ちょうどね、デイリーオプスじゃなくて、ね、メディテーションの変異イベント発生してるんで、それに参加していきましょう。現場に到着しましたよ。リフレクトスキンなんだよな。まあまあ、終わらせていきたいと思います。はい、変異した敵を倒す10、達成です。はい、イベント終わりました。お疲れ様でした。このままハニービーストポイントに移動したいと思います。はい、現場に着きました。ただ、ハニービーストが狩られてるかな。あ、いましたね。はい、ハニービーストを倒す1、達成です。まあ、ちょっと待って。はい、じゃあそんな感じで一回自宅に帰りましょう。はーい、自宅に戻ってきたので収穫系のね、あのやつを終わらせていきたいと思います。レーザーグレイン、テイトプラント、その辺収穫する12があったよね。はい、トウモロコシ、レーザーグレイン、テイトプラント収穫する12達成です。はい、綺麗な水を集める5、達成です。あと調理したやつとかあったから、これも一気にやっていきましょう。ズイン煮沸作って、食料、トウモロコシ、コーンスープ、この辺があるから一気にやっていくか。でももったいないから、焼きブロードフライでちょっと様子見て、肉食じゃないんで食べてもね、空腹は満たされないんだけどね。これでいかがですか。あと2、うん、はい、調理した料理食べる10、達成です。あとワークショップまたは作物を植える、これを終わらせましょう。はい、ワークショップにまた、ワークショップまたキャンプに作物を植える5、達成です。じゃああとはオプスだけか。はい、じゃあオプスね、終わらしていきたいと思います。はい、そんな感じでデイリーオプス作成しました。本日は燃え盛る鉱山でロボットになります、氷の手サベージストライク、そんな感じです。ほいじゃまあね、終わらしていきたいと思います。じゃあ出発しましょう。よろしくお願いします。終わらせていきます。はい、デイリーオプス終了しました。お疲れ様でした。はい、じゃあまあ戻りましょう。はい、戻ってきました。で、今回でデイリーオプスのウィークリーも終わって、ウィークリーも全て終了ですね。まあ、デイリーの方もほとんど自宅でできるやつだし、まあ、変異した敵を倒す。これもオプスに行けば完了したけどね。まあ、たまたま、ちょうどダブル変異が発生したんで、変異イベント参加して終わらせましたけどね。今回パートはこんなとこで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。